赤番では関東ラインの外まで来ていて残り2周回となりました。鈴木光大はこれを出さず突っ張る動きを見せましたが、2番の藤田が前に出て6番山田浩二追走外れて鈴木光大が波を作って後ろから青森線へかましを決めていって、木村博3番佐藤和也このうち飛びつくのか、2番藤田大輔青森の3番手キープ、6番山田浩二連結戻して南関東勢は中断です。1番鈴木光大若干足を使わされて5番手残り1周の攻防、5番木村博士が先頭です。ジャン先行後ろ3番佐藤和也中段、今日もいい位置を取った2番藤田大輔、5番手まくり1番鈴木光大が迫ってきた。しかし5番木村博士先頭最終バックを通過した中段外1番鈴木光大南関東勢は越えたが、3番佐藤和也の壁が厚く、その上でも4番の岡田太一も迫るが青森両者3番佐藤和也降臨、2着は5番木村博士か。